皆さんどうもこんにちは、大川まきりです。今回はまさかの裏世界を発見いたしました。裏世界のね、今回は場所と行き方などを紹介しようと思います。ただこの裏世界行くのめちゃくちゃ簡単なので、誰かが発見している可能性もなきにしもあらずです。それでは行ってみましょうか。到着いたしました。裏世界の場所なんですけれども、団地の入り口にある水路にあります。ちょうどね、校門の裏ですね。この隙間から侵入いたします。この赤いところですね。これバグなのか石なのかわかんないですけど、右壁判定がないのですり抜けが可能なんですよ。まあ多分盲点だとは思うんですけどね。でこの柱より先とその左の壁には判定があります。じゃあもう行きましょう、裏世界へ。レッツゴー。で今ジェットパックで浮いたんですけれども、下に地面はないのでジェットパックは必須でございます。でちょっとこれね、後ろに行ってみようというところだったんですけど、後ろはほぼ行きませんでした。なんか見えない壁があるんですよね、これ。でさっきジェットパックで浮いたっていうのがあったんですけど、そのまま落下すると真上にワープしてしまうので浮きましょう。はい、とりあえず最初の地点から右に行くとどうなるかなというのを検証していきます。まあね、海まで行けたらねいいんじゃないかなと思っておりますが、え？流れを変える。気を取り直して左に進んでみるとどうなるかやってみましょう。最近ああいうおふざけ自分の中でね流行ってるんですよ。と止まりましたね。これ先に進めないのはさっきの城のように謎の壁があるみたいです。これこっちに行っても同じですね。まあということは、だいたい桃組の手前までは行けるということになりました。引き続いてまっすぐ進んでみるとどうなるかを検証していきましょう。下は真っ白で上は青空ですね。とても綺麗です。後ろはバグってますからね。はい、では進んでいきましょう。とトンネルが出てきましたね。トンネルの上は山なので、もしかしたら山越えが簡単にできてしまうかもしれないですね。まっすぐ行くだけで山越えできるんだったらこれに越したことはありません。検証は進んで順調です。あ、山越え無理そうですね。結果的に山の中腹まで行けるということになりました。はい、もう一つ水路の左側の入り口でできるのかというのを検証していきましょう。はい、行きました。裏世界は右側水路入り口の右壁と左側水路入り口の左壁から侵入することができます。でちなみにあの骨尾さんをね、こんな感じでね鑑賞することもできたりします。あとはですね、もうちょっと先に進んだところに、リア充がいるんですけれども、そのリア充のちょっかいもできます。こんな感じでショットガンでちょっとやっといてみてくださいね。誰も救われませんけどね。いかがだったでしょうか。まだまだねできることがありそうなので、近々検証していく予定でございます。最後にチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは。